磯チャンネルをご覧の皆様こんにちは。プロ野球解説者の磯部浩一です。プロ野球の方もですね、いよいよお客さんを動員しての試合が始まりました。おめでとうございます。ファンの皆様のね、いよいよ球場に足を運べるということで大変嬉しく思っている方が多いと思いますし、選手の方もね、お客さんが入ってない中で試合をやるよりは、まあ声援といっても大きい声を出せないみたいなので、まあそこまで賑やかにはなってないと思いますけども、ファンの人の前でようやくプレーができて、これがやはりプロ野球っていうのを選手も実感してるんじゃないかなと思います。大きい声援は出せないとか拍手のみとかっていう感じですけども、やっぱり興奮しちゃうとね、大きい声も出ちゃう、まあ、これは仕方ないと思うんですけども、まだまだねコロナウイルスも収束してない状況なので、ソーシャルディスタンスには気をつけながら試合観戦していただきたいなというふうに私も思います。まあ、解説等でね、球場に行ってまだまだ選手の声聞いたりはできないので、まあ、チームの裏方等々にね連絡して、今チームどんな感じなのみたいな感じでは話は聞いてるんですけども、私も早くね球場の方に足を運んで選手の声を直にね間近に早く聞いてみたいな、どんなことを思いながらプレーしてるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなっていう気持ちではあります。まあ今後ねちょっとずつですけども、人数制限もなくなってくるとは思いますし、早くね大歓声の中での試合をね見てみたいなっていうふうには思ってます。今回から見てください、ちょっと古巣イーグルスの話をすることが多いので、マスコットをちょっと置いてみちゃったりしてみました。古巣イーグルスはですね、7月7から12までですかね、王者ソフトバンクとの対戦でなんとか首位は死守はできているんですけども、2勝4敗と今季初めての負け越しを食らっちゃいました。まあ長いシーズンねずっといい調子のままっていうことはないと思うので、まあこれはもう仕方ないことかなとも思いますし、まあ開幕してここまでね20試合ちょっと消化した中で十分いい試合をしてくれてるんじゃないかなっていうふうには見てます。まあ2勝4敗でねソフトバンクには負け越しはしましたけども、まあ、最初の3試合はね負け勝ち勝ちかな、いい感じだなとは思ってたんですけども、4つ目の試合で僕の県人会の後輩である柳田選手のサヨナラホームランから3連敗を喫してしまいました。残念でございます。まあ、やはりねそういう野球にはまあ流れというのがあるので、まあ、嫌な負け方してそれ以降2試合はちょっと打線が沈黙したなという感じでしたかね。まあ、その負けの中でも、まあ、内田選手なんかがね銀次選手に代わってファースト守った時にホームランを放ったりだとか、いい面もね出てたので、まあまあ今回の2勝4敗はもう仕方ないかなっていう感じで見てました。やはりまあ順位的に言っても、まあ楽天は首位をキープしておりますけども、2位のロッテがちょっとね開幕からの勢いが陰りが見え始めて貯金2つとか3つぐらいかな、まあ、西武、それから首位楽天に勝ち越したソフトバンク、この辺が5割付近で徐々にこう実力を発揮してきているような状況になってますね。まあ、ソフトバンク、それから西武は昨年も優勝争いを演じたチームでありますし、間違いなく戦力的にも強いチームなので、まあ、ここから徐々に首位楽天との差を縮めてくるんじゃないかなとは思ってますけども、イーグルスの方もね、まあ、投手陣も揃ってますし、打線がちょっとね湿りがちにはなりましたけども、また本拠地に戻ってファンの皆様がいる前でゲームするということで、また気持ちを切り替えてねできるんじゃないかなと思ってますから、ここからまた頑張って貯金を増やしてほしいなっていう感じではありますね。まあ、楽天イーグルスの投手陣で言っても、まあ、開幕から則本投手も安定した投球、まあ、涌井投手にも粘り強く投げてもらって勝ちもついてますし、岸投手も帰ってきて、まあ、なんとかまだまだ実力を発揮してないとは思いますけども、なんとか試合を作ってくれてるような状況、あとは若手の石橋
投手、湯気投手頑張ってくれてるんじゃないかなと思います。石橋投手はちょっとね前回勝ってくれたんで今回も行ってくれるかなと思いましたけども、まあなかなかね相手もあることですから連勝連勝というふうにはなりませんでしたけども、まあ安定して投手陣的に見てもチーム防御率も3点台ぐらいで十分頑張ってくれてるんじゃないかなというふうには見てます。まあ打線の方は、まあ、さっきもちょっと話しましたけどもソフトバンク戦の終わりぐらいの試合はねちょっと打線締めりがちだったんですけども、まあここまでチーム打率が2割8分近くありますし、まあ、十分浅村選手を中心にして打線も機能しているような状況だと思うので、まあ、ここからまたやってくれるんじゃないかなと思います。まあ、なんとか先ほども話した通り内田選手にも今季初ホームランかな出ましたし、まあ、途中から出る選手であったり、まあ、代わりにスタートで出る選手であったりがある程度成績を残しているから、まあ、チーム内での競争も激しくなるでしょうし、いい効果で、打線の方も行ってくれるんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと心配なのが島内選手が少し元気がなくなってきたかなというところと、まあ、銀次選手の、ね、状態がなかなか上がらないというか、まあ、彼は去年3割残している選手でありますし、技術的にもねまだまだ落ち込むようなことはないと思うので、まあ、ここからどんどん上げてきてくれるんじゃないかなと思いますね。シーズンなかなかこう全員が調子いい日なんかなかなかないのでね、まあ、うまくそこは三木監督も、まあ、選手起用を含めてうまくこう回しながらやっていくんじゃないかなっていうふうには見てますね。 あと僕の一押しの辰巳選手背番号も8番になりましたし、開幕当初からはねいい感じで働いてくれてたんですけども、ちょっとここのところ打撃の状態が思わしくないのかな。2割前半のアベレージになってますし、まあ、スタート、まあ、スタメンから外れたりっていうことはありますけども、まあ、この辰巳選手なんかはね僕の一押しですし若手選手の一押しですし、まあ、ポテンシャルも非常に高い走攻守揃ってる選手ですので、今後のイーグルスをね引っ張っていかなければいけない選手だと思うので、長いシーズンではありますけども1シーズンねフルにレギュラーとして頑張ってほしいなっていう気持ちでは見てますから、もしこのチャンネル見てたら辰巳選手頑張ってくれよ頼むよ。まあ、イーグルスの方はねこの夏の暑くなってくる季節に、まあ、仙台で試合があるので、まあ、もちろん仙台もね真夏になるとかなり暑いんですけども、まあ、今はまだ梅雨も抜けてない状況なので、そこまで気温は上がらないと思いますし、まあ、夏バテっていう夏バテもね言うほどないと思うんで、まあ、その気候のいい中でまた6連戦始まりますから、ここからねもう一回頑張ってほしいなっていうふうには思いますね。もちろんお客さんも入りますし頑張ってほしいなっていう感じではいます。あとまあ今後イーグルスが首位をキープしていくためにはやはりね投手と野手とのこうバランスがうまく取れなきゃいけないと思うので、なんとか勝てる試合はね 100% の戦力をつぎ込んで勝ちに行くっていうことをやっていかなければいけないかなとは思います。まあ、ここまでもねそういう戦いをしてくれているのでこういう順位に首位にねいると思いますし、あとはもう今年はもう自慢の打線になっているわけですから、浅村選手中心に何て言ったらいいかな、まあ本当この中軸にチャンスをどん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 回していくというか、下位でチャンスを作って上位に回すとか、あとは1番の茂木選手が初回に出てですねいきなり浅村選手に回して打ってもらうとか、こうなんとか先制していい流れを持ったまま試合の流れを掴んでほしいなっていうのは思ってますから、そこをなんとか頑張ってほしいっていう感じですかね。まあ、ソフトバンク戦の次がこう西武戦になってるんですけども、まあ、今の順位でいうと3位のチームですけども、まあ、昨年まで2連覇してリーグをね2連覇してるチームでありますし、まあ、秋山選手がメジャーに挑戦で抜けたとはいえ若手選手も出てきてますから手強いチームなんでね、そういうなんとか先制するとかいう形でいい流れのまま試合を持っていけるようにいってほしいなっていうふうには思いますね。で私も仙台の方でねテレビ局の仕事とかで行くんですけども、やはりこの時期ねこう周囲にいたりすると仙台のファンの人今年は行くんじゃないか優勝するんじゃないかみたいな感じで熱いね応援をしてくれてると思うので、その応援を受けてね選手ももう一回こう頑張ってほしいなっていうふうには思いますね。まあ、私の知り合いも仙台に多数いるんですけども、今年磯ちゃんどう勝てるみたいなことを言われてて、まあ、今年はもう戦力揃ってるから優勝しますよっていうことも言ってますから、あとはもう開幕前の順位予想でも私はイーグルスを首位に上げて、で僕と
あと、まあ、これも県人会の先輩である、大先輩であるプロ野球解説者の達川光雄さんも楽天首位に挙げてくれてましたから、まあ、十分ファンの期待を受けて戦ってくれるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、まだまだね、20数試合終わったところなんで、まだ100試合近くねありますから、今後どうなっていくか分かりませんけども、まあ、先ほど話したような感じのことをやってくれれば、秋には優勝をねしてファンの皆様と喜びを分かち合ってるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、あとパリーグの方で言うと、5位6位に甘んじているオリックス、日ハムなんかが、まあ、まだまだねこの状態では終われないと思うので、不気味な存在にはなってきてるかなと思いますけども、まあ、戦力的には僕はイーグルスの方が勝ってると思うので、今後もなんとか頑張ってほしいなっていうふうには思います。あと、まあセリーグの方はね、ジャイアンツが首位キープしてましたけども、ヤクルトとの直接対決に負けてね、首位陥落。まあヤクルトも今年はね、なんとかやってやろうっていう感じになってると思いますし、僕のイーグルスの時の後輩である島選手、今年はね島選手移籍して頑張ってやろうっていう気ではねいたと思うんですけども、春先ね骨折して、また今回も骨折かな。野球はうまいこといかないな。まあでも彼はね野球大好きですし、球界をね代表する選手なんで、まあ、早く治してね、早く現場に戻ってきてほしいなと思いますね。島頑張れよ、見てたら応援してるよ。まああとセリーグの方はちょっと開幕つまずいてた阪神なんかがね、ここに来て、連勝して、まあ、徐々に借金を返済しているような状況でもありますし、まあ、セリーグの方は、まあ、首位から最下位まで3ゲームとか4ゲーム差ぐらいなんで、まだまだ、開幕して20試合ぐらいですけども、先が読めないような状況でしたね。まあ、今のヤクルト、ジャイアンツというところと、あとは DeNA ですね。 DeNA 打線がいいね。新外国人のオースティン選手なんかは結構いい打ち方してますし、まあ、中軸もしっかりしてる。まあ、今季から4番に座ってる佐野選手なんかも3割オーバーの成績残してますから、まあ、ここから打線が活発になればね、どんどん上に DeNA はもしかしたら行くんじゃないかなっていうふうには見てます。今回もね、まあ、この1週間ですけども、プロ野球見ての感想ですけども、まあ、まだまだ両リーグともに100試合以上残してますし、お客さんも動員するようになりましたから、選手の皆さんもハッスルしてね、いいプレーをファンの皆様に届けていただきたいなっていうふうには思います。次回もプロ野球の近況報告なども含めてチャンネルをやっていきたいなというふうに思います。このイソチャンネルはね、高評価をいただけるならば、またいいねをよろしくお願いします。あとはチャンネル登録もぜひお願いします。今回はこの辺で失礼したいと思います。以上、プロ野球解説者磯部晃一でした。バイバーイ。